皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。今回はポケットモンスター銀ゲームボーイ用のやつのバーチャルコンソールを 3DS でやっていきたいと思います。早速最初から始めていきましょう。冒頭のオープニングで流れていたのでご理解いただけたかと思いますが、今回はノーマルタイプのポケモンたちで旅をしていこうと思っています。むにゃむにゃ、なんじゃこの時間に。すまんが時計を見てくれんか。今は何時じゃ。ポケモンは金銀の時代から朝と夜の概念が生まれましたので、今はね昼の12時とかに適当に合わせておこうか。それで何分なのじゃ。適当に0分でいいや。昼0時0分、まずい、だいぶ寝過ごした。遅いですよ起きるのが。いや待たせだ。ポケットモンスターの世界へようこそ。わしの名前は大木戸。みんなからポケモン博士と慕われておるよ。ポケットモンスター、ポケモン、この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至る所に住んでいる。マリルー。マリルは第二世代から初登場したポケモンですね。人はポケモンたちと仲良く遊んだり、一緒に戦ったり、助け合いながら暮らしているのじゃ。しかし、わしらはポケモンの全てを知っているわけではない。ポケモンの秘密はまだまだいっぱいある。わしはそれを解き明かすために毎日ポケモンの研究を続けているというわけじゃ。さて、そろそろ君の名前を教えてもらおう。名前聞くの遅くないですかね。冒頭でも名乗りましたが、名前は木更津と申します。よろしくお願いします。木更津、準備はいいかな。いよいよこれから君の物語が始まる。楽しいことも苦しいこともいっぱい君を待っているだろう。夢と冒険とポケットモンスターの世界へレッツゴー。後でまた会おう。いきなり縮むんだよなこれな。昔のポケモンのあるある、いきなりちっちゃくなるっていうね。傷薬ないんかーい。あれポケモンって、昔のポケモンって傷薬が1個あるんじゃないの。ないの、マジか。あら、木更津、お隣の宇津木博士が探していたわよ。何でもあなたに頼みたいことがあるんだって。そうだ、忘れるとこだったわ。修理に出してたポケモンギア戻ってきてたわよ。はい、木更津はポケモンギアをもらった。ポケモンギア、略してポケギア。一人前のトレーナーになるなら持ってないとね。あら、曜日が入ってないわよ。使う前に今日は何曜日か入れておかないと。今日は何曜日？発売日なので金曜日です。金曜日で間違いないわね。そうそう、電話の使い方覚えてる？これはソウルシルバーもやってるし覚えてますよ。ポケモンギアのスイッチを入れてアイコンを選ぶだけなんでしょ。電話番号は自動で登録されているから、かけたい相手を選ぶだけね。こんな簡単に電話できるなんてすごいわね。結局説明するんかーい。お母さん、それだけ言うこと。じゃあ行ってくる。この人はもしや、よっ、木更津って知り合いかい。科学の力ってすげーっていう人かと思った。それはあれか、関東地方にいるんだっけ。強制で動かされたぞ今。歩いてないのに。いや、木更津くん、待っていたよ。今日君を呼んだのはお願いがあるからなんだ。僕の知り合いにね、ポケモンじいさんと言って変なものを見つけてきては大発見って大騒ぎするおじいさんがいるんだよ。変なものを見つけてきてはとか、ひどいな、ちょっと言い方が。
でさっきね、今度こそは本物ですぞってメールが来たんだ。気になるんだけど、僕も助手もポケモンの研究で忙しくてね、代わりに行ってきてほしいんだ。もちろんパートナーとなるポケモンをあげるよ。最近見つけたばかりの珍しいポケモンだよ。さあ選んでよ。子供にお使いさせるなんて。一応全部見ていこうか。あー、日の嵐。初めて金銀をやった時は私は日の嵐を選んだはず。でも日の嵐選ばないっす。ごめんね。チコリータ、アニメのチコリータ可愛かったですよね。でもごめんね、選ばない。代わりの子。今作からオスメスの概念が生まれて、かつ育て屋がおじいさんおばあさんの二人になって卵が発見されるという仕様になりましたので、卵グループ的に行くか行けるかどうかわかんないけど、後々ちょっと水タイプのポケモンの卵を産む予定があるので、もしかしたら卵グループ合うかもしれないなっていう希望でちょっとこの子を選ぼうかなと思います。使わないかもしれないけどね、野生ポケモン使うかもしれないから。僕もこいつは最高のポケモンだと思うよ。木更津宇月博士からワニの子をもらった。ニックネームはね、ノーマルタイプで旅をしたいので、あ、間違えた。この子はパソコンにね、早々に預けられることになると思うので、ベンチで控え選手です。ポケモンじいさんがいるのはこの町の隣、吉野シティの先だよ。そこまではほとんど一本道だからね。ポケモンが傷ついたらそこのマシーンでポケモンを回復させてあげてね。おっと、僕の電話番号を教えておくから、何かあったら連絡してよ。木更津宇津木博士の電話番号を登録した。宇津木博士ね、ことあるごとに電話かけてくるんだよな。強制イベントはまだわかるんですけど、クリア後とかもね、卵孵化させようとしたりとかしてるとね、めっちゃ走ってる途中でトゥルルルトゥルルルってなるんですよ。はっ、木更津くん、お使いをしてくれる君にこれをお渡しします。木更津は傷薬をもらった。やったー。二人しかいませんから、ちょっとのことでてんてこまん。あー、忙しいです。人雇えよ。人件費足りないのか。いや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 、未来のライバル。ここが有名な宇津木ポケモン研究所。なんだよ、人のことジロジロ見てんなよ。キャー、めっちゃ吹っ飛んだけど。マジか、強えな。ということで、ポケモンじいさんのところに向かいたいと思います。野生ポケモン出てきてほしくないな。本当はここでもう最初のノーマルポケモンとかを捕まえたいところなんですけど、今モンスターボールを持ってないんですよね。このお家なんだろうな。あー、これな、ゲートな。まだ行けないんじゃないかな、多分。モンスターボールがないから捕まえられないよ。欲しいな、ポッポ。メスだ。捕まえられないので逃げます。そう、金銀の時代から木の実が生まれて、まあボングリも生まれたんですけど、ではあれだね、ポケモンが木の実を持って自分で回復するという持ち物システムが生まれたのも第2世代だったと思います。あと第2世代はまだフェアリーとかがなくって、鋼タイプとアクタイプが初めて出現した世代だったと思います。確かここが吉野シティだよね。モンスターボールが欲しい。ないんかーい。しょぼい。モンスターボールの1個くらいあったって。そ
したらポケモン博士は上の方、ヨシノシティを越えた先にいると思うので、ずんずん進んでいきましょう。あーポッポ欲しいよ。ベンチはね、戦えないんだ、ごめんな。おっと、木の実を手に入れた。ポケモンが木の実を食べるって君知ってる？だってうちのポケモン、木の実を食べると元気になるぞ。そうだ、君にも分けてあげよう。キサラズは木の実をもらった。木を調べると木の実が落ちてくるよ。今更なんですが、ちょっと設定で話の速さは速いにしておきましょう。さあ、ポケモンじいさんの家はまだ先ですね。ほいほいほい、あー野生に出会ってしまった。ポッポよく出るなお前。あーレベル4だ、惜しい。さよなら。ノーマルタイプのポケモン捕まえるまではちょっとベンチを引き連れるしかないんですけど。いやいや、君がキサラズくんだね。宇津木博士から連絡があって待ってたんだ。これが宇津木博士に調べてもらいたいものだよ。キサラズはポケモンじいさんから不思議な卵をもらった。ポケモンを預かって育ててる夫婦がいるんだがの、そこでもらったものなんだよ。もしかしたらと思って宇津木博士にメールを送ったんだ。ポケモン進化の研究なら宇津木博士が一番。隣にいる大木戸博士が面目丸つぶれだ。151匹しか見つけられなかったからね。何せこの大木戸博士も認めるほどだからの。わしの想像が当たってるか、宇津木博士ならわかるはずだ。ほっほ、君が木更津くんか。わしは大木戸、ポケモン研究家じゃよ。ポケモン研究家、ポケモン博士じゃないんだね。研究家なんだ。古い友達のポケモンじいさんを訪ねてみたら、宇津木くんのところからお使いが来ると聞いて待ってたんじゃよ。ほほ、珍しいポケモンを持ってるな。それに、ふむ、なるほど。宇津木くんがポケモンをあげて君にお使いを頼んだ理由、納得したよ。わしや宇津木くんのような研究者にとってポケモンは大事な友達だからな。君ならば ポケモンを大事に育ててくれそうだということじゃ。そうじゃ、君を見込んでわしからも一つお願いしようかの。実はな、みんなさ、人に頼みすぎだよね。自分でやれよ。ほれ、このポケモン図鑑じゃ。見つけたポケモンのデータが自動的に書き込まれてページが増えていくというハイテクな図鑑なのじゃよ。ひとつは大木戸博士からポケモン図鑑をもらった。たくさんのポケモンと出会い、この図鑑を完璧にしてほしいのじゃ。おっと、長いをしたようじゃ。これからコガネシティへ行っていつものラジオ番組の収録をせねばならんのだ。大木戸博士は第二世代ではラジオのレギュラー番組を持っていますね。すごいよね、出世したな。それじゃあ木更津くん、よろしく頼んだぞ。宇津木博士のところに戻るつもりなんだろ。少しポケモンを休ませるがよかろう。それじゃあよろしく頼むよ。ということで戻ります。お、ほらほら電話かかってきた、宇津木博士から。もしもし、木更津くん、大変なんだ。何がなんだか。どうしよう、とにかく大変なんだよ。すぐ戻ってきてよ。大変ならさ、110番とかいろいろやることあるだろ。とりあえず戻ります。おっと、イベントが発生したようです。お前、研究所でポケモンもらってたの？弱いくせにもったいないぜ。なんだよ、何言われてるかわからないのか。そんなわけねえだろ、どんだけバカにしてんだお前。だったら仕方ない、俺もいいポケモン持ってるからな。どういうことか教えてやるよ。左斜め上にいるおじいさんが気になって仕方ない。
はてなはてなはてなが勝負を仕掛けてきた。名前ないのか。チコもオスなんだな。やった、こっちのが素早さが早い。ベンチ早いな。あれ、同速対決？マジで？あれ、なんか素早さ下げる技なんてやられてないですよね。え、同速？同速だ。こっちが速くなったり向こうが先手になったりバラバラじゃないか。完全に運だなこれ。敵のチコリーター倒れた。ベンチはレベル6に上がった。ハテナハテナハテナとの勝負に勝った。勝てて嬉しいよ。決まってんじゃん。わーい、300円ありがとう。え、名乗るの？それ名乗ってないよ。ハテナハテナハテナって言ってる。え、なんで伏せられてるんだ。俺の名前はハテナハテナハテナ。世界で一番強いポケモントレーナーになる男さ。世界で一番強いポケモントレーナーって言いながら初戦敗退してますけど、前途多難ですね。さあ帰りは段差を飛び越えて楽していこう。戻ってきましたよ、次博士。ただいま。この研究所、ポケモンが盗まれたそうです。今宇津木博士から話を聞いていたところです。何でも赤くて長い髪の毛の少年だそうで。え、そんなトレーナーと戦った？名前とか言ってませんでしたか？普通だったら犯人が名乗るわけないんだけど、ハテナハテナハテナって言ってたんだけどな。でもあいつハテナハテナハテナって言ってたよ。名前ね、何しようかな。本当はジュニアってつけたいところなんですが、アルファベットがないのでこれでいいや。わかりました、榊君というのですね。ご協力ありがとうございました。ということでライバルの名前は榊君です。木更津君、大変な目にあったよ。あ、そうそう、ポケモンじいさんの大発見って何だったの？不思議な卵を渡した。これはひょっとしてポケモンの卵？もしそうなら本当に大大大発見だよ。え、大木戸博士からポケモン図鑑をもらった？木更津くん、本当かい？そりゃすごいことだよ。止まりすぎだと思います。なんたって大木戸博士はトレーナーの才能を見抜く力の持ち主だからね。その設定いつできたんだ。そうか、木更津くん、君にはチャンピオンになれるだけの素質があるのかもしれないね。ポケモンも懐いてるようだし、このまま各地のポケモンジムに挑戦するのはどうかな。ここからだと桔梗シティのポケモンジムが一番近いよ。木更津くん、チャンピオンを目指すのは長い旅になると思う。出発の前にお母さんに話しておくんだよ。この金銀の世代はポケモンジムが通常の2倍2つの地方を渡ることになるので16個あるかな。ポケモン図鑑を作る君にこれをお渡しします。やった、ありがとう。これでノーマルポケモン捕まえれる。ポケモン図鑑を作るにはポケモンを捕まえないと。モンスターボールを野生のポケモンに投げると捕まえることができるのです。ありがとう、超嬉しい。それではお母さんに話して。あら、可愛いポケモンね。どうしたの？そう、冒険に出るのね。よし、お母さんも協力するわよ。何ができるかしら。
そうだ、お金は預かってあげる。長い旅になりそうだもんね。お金は大事にしないと。どう？貯金する？お母さんに貯金すると少しずつ仕送りをする形になるんですが、お金が貯まったら定期的になんか買い物をしてきてくれて、通常の定価よりも安い価格で買ってきてくれるけど、買うものはランダムだからいらないものも買われてしまうという微妙な設定です。まあとりあえず金銀の特徴ではあるのでしておきますか。わかったわ、貯金するのね、任せておいて。気をつけてね。ポケモンは大事な友達、力を合わせて頑張るのよ。いってらっしゃい。行ってきます。そしたら、まずは野生のポケモンをゲットしたいと思いますので、ポケモンが出てくるまで、ごめんね、捕まえ方教えてって入ってやっちゃった。ポケモンが出てくるまでカットします。この捕まえ方講座もカットします。おっと、野生のオタチが飛び出してきた。レベル3か低いけど、オタチは、秘伝技波乗りを使えるノーマルタイプの貴重なポケモンなので、他にも波乗り使える子はいるんですが、結構後半の方になってこないと出てこないので、まずはオタチ確保したいと思います。死なないよね。よし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 、いいぞ、いい耐久だぞ。確定3発なら2発目だ、いけるな。よし、いい感じ。急所に当ててくるか、必死だな。じゃあモンスターボールいけー。1回、2回、3回、やったー、オタチを捕まえたぞ。やったね。名前考えてなかった。一番最初に捕まえる予定だった子と違う子が出てきてしまって捕まえてしまったので、考えてた名前がないぞ。どうしようかな、これでいいや。あ、でも女の子か、女の子でこれちょっとかわいそうだったかな。まあいいか。とりあえず今回のパートは最初のね、ノーマルポケモンを入手したところで終わりにしたいと思います。ちょっと待ってよ、回復してから、ベンチをベンチ入りさせましょうか。はい、それではベンチをベンチ入りさせたいと思います。金銀は最初からまさきのパソコンって分かってるんですね。誰かのパソコンではないと。待った、ベンチなんか持ち物持ってんじゃねえか。その持ち物欲しい。初レポートがボックス整理とな。マジで？アイテムを取るとかがないんだ。あ、じゃあ連れて行ってアイテムを取ってから預けるしかないんだね。めんどくさ。じゃあ持たせるじゃない。預かるってないの？木の実を預かりました。じゃあベンチはベンチ入りしてください。グダグダしてすいません。これから、このベンチは二度と使うことはないと思います。そして次回のパートではこのサーファーを手持ちポケモンとして、他のノーマルポケモンもちょっと捕まえに行きたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。キサラズでした。